ちょっと森の中だけど一旦セーブしていくか。お、あそこ魔法陣があるね。ちょっとちゃんと押さえていこうかな、ここは。いや、やめときますわ。森が結構広いな、しかし。あー、なんかクソデカなんかクソデカ幽霊が出てきたね。大丈夫かな、なんか見るからに強そうだけど、あいつ13、まあまあ効くぞ。まあいい、とりあえず今ざ1匹。また出た、ほんと勘弁してくれよ。まあ、状態以上にはならんかったな今回は。うん、大丈夫大丈夫、10くらいなら全然余裕ね。絶望の声って、あれ全員呪い。ああ、またなんか竜神がかかった。ほんと戦いの天才さん、かっこ笑いさ。ほんとそういうの勘弁してくれよマジで。うん、破壊の爪、あ、全体にダメージ与えんの意味ないね。あ、でもあれだ、ディフェンスが落ちた。あ、今攻撃できないのか。ん、呪いって何っていうか、呪いの効果よく分かってないっていうね。めっちゃ勝ったからいいか。矢部くん死にかけてるし。テントって何、アイテム、テント。あー、全員回復か。まあいいや、それはどうでも。結構低級の薬草というかハーブは普通に手に入るね。よし、出口も近いぞ。分からんけど、こういう雑魚が出てくると安心するわ。で、どうなんだろう、強者と戦うのと弱者と戦うのは。おっと、出てきた。どっちがいいんだろうな、強者と戦うのと弱者と戦うのは。道ちゃんと合ってんのかな。あ、背後取った。ジョブ専用スキルで敵を倒す1マナ。うん、敵全体に。さあ行け。倒せんかったわ。スティンガー、ズッス。これで1マナか。よし、マナ手に入らんかったな。スティンガーはダメか。あ、宝だ。見習い勇者の成長版。あ、成長版つけていいんじゃねえの、よくよく考えると。他につけるものもないもんな、こうしてみると。ん、探検術初見、こいつつけるか。で、こいつはまあいいや。寿司はで、お前もなんか僧侶か。僧侶つけても仕方ないもんなこいつに。でもかといって何もないでも困るもんな。とりあえずつけとくか。なんかで、この辺りを解放させて、矢部くんも少しは強くなるかな、これで。お、暴毒の仮面。いや、呪いだよ問題は。呪い、あ、またこれは、ありがとうございます。なんか筋肉マンのこの敵みたい、絶対敵じゃない、あの骨の人みたいな、骸骨マン。ん、どうした、イベントか。おい、ネイマール、この先になんかいる、そう敵じゃねえかよ、ぶっ殺せこんなやつ。廃棄処分にするぞこんなやつら。うん、あ、そうなの、こいつ、うん、そんな強い、そんな強そうな感じ。声だけはでかいようじゃ、力の方はどうじゃ。我が輩試して、 お前そんなでかい面できるような戦績残してねえだろまだ。強そう、めちゃめちゃ強そうなんだけど。